では、伊藤亮さんによるオーソープン ID コネクトを用いて ID 連携を実装するときに気をつけることです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊藤です。今日は ID 連携にする際に気をつけることについてお話しします。と言いつつ ID 連携とかなんかフェデレーションとかっていうと、まあ、ちょっと普通のウェブのエンジニアの皆さんにとってはなんか重い感じがすると思うので、ソーシャルログインって感じでいいです。で、まあ、これもぼんやりとした用語で誰が言い始めたのかよく分かんないですけど、まあ、Facebook とか Google とかの外部サービスの認証結果やユーザー認証の属性情報を、まあ、自分たちのサービスで使うような仕組みみたいぐらいで、まあ、話の中に入れていきます。で、今日の内容ですけど、まあ、だいぶ普及してきた感のある、まあ、このソーシャルログインなんですけど、まあ、使っててもうちょっとこうした方がいいかもとかっていう話だったりとか、まあ、セキュリティのなんか鉄板の話みたいなのがいくつかあります。なのでそういう気をつけるために気をつける点について取り上げたいなと思うのと、あとまあ今までは新規サービスの方でよく使われている印象だったんですけど、まあ昨今の状況によって今までパスワード認証を使ってたサービスっていうのがソーシャルログインを導入する機会っていうのもまあ増えてきたのかなと思っています。で、このような時に、まあ、どういうことを考えていくかみたいなのも、まあ、導入事例と合わせてお話しできればと思います。で、自己紹介ですけど、まあちょっとあんまり読み方よく分かんないですけどR 伊藤とか伊藤とか呼ばれていますと。で、オープン ID ファンデーションジャパンっていう謎の団体で、まあ、エヴァンジェリストっていうのをしていて、まあ、こういう啓蒙活動みたいなやつとか、あと仕様の翻訳なんていうのもやってます。で、所属は株式会社ミクシーのエンジニアで、で、まあ、オープン ID とかこういう話ばっかりしてるので、まあ、C 版ではそういうライブラリーとかっていうのもメンテナンスしています。で、去年は、まあ、似たような感じで、まあ、仕様の話をしたんですけど、まあ、どこで話しても大した反応ないんでまあ普通に使う人たちの話をした方がいいでしょうという感じで学びを得て今回の内容にしましたじゃあまず気をつけていくことって感じですね。まあ、いろいろ使われてて皆さんも使われてここに来てると思うんですけども、まあ復習っていうか、まあ、認識合わせって感じで、まあ、ソーシャルログインの目的っていうのは、まあ、利便性向上もありますし、認証機能の実装コストの削減っていうのがあります。まあ、パスワードリスト攻撃とかなんとか不正ログインとかいうのがあるので、まあ、多要素認証、二段階認証だったりとか、リスクベース認証みたいなのを含めて、自分たちで認証基盤を作っていくっていうのは、なかなかコストがかかるものですと。なんでそういうのは Google とかに任せちゃいましょうっていう考えもあります。で、その裏側って、まあ、OAuth っていう API アクセスの仕組みが利用されています。で、OAuth 認証とかっていう話、めんどくさい話はまあ置いといて、この図は Facebook とか Google とか GitHub、まあ、簡単に言うと Twitter 以外で最近使われている、まあ、OAuth 2.0 の仕組みで、まあ、Web アプリがソーシャルログインみたいなのをするときに、まあ、自分たちのサービスが真ん中で、まあ、右が、アカウントを持っているサービスで、まあ、その間をユーザーが行ったり来たりしてリクエストをリダイレクトで行ったり来たりしながら最後にバックエンドでアクセストークンっていうのを引っ張ってくるというような仕組みになっています。ちなみにこれを、まあ、一部の人たちが OAuth ダンスと呼んでいますけど、まあ、図を見せたかっただけなので特に覚える必要はないです。で、実装についてですけど、まあ、世の中に多くの情報が出回ってて、あと言語だったりフレームワークもいっぱいあります。なのであんまり触れません。で、 Facebook や Google とかは、まあ、あんまりそのプロトコルとかって知らなくても SDK を使えば実装できますし、あと Web アプリケーションフレームワークのプラグインも揃ってて、まあ、設定書けばよかったり、あとはまあ
ストレあの各サービスごとにストラテジーが用意されてる、まあ、オースのクライアント実装とか、まあ、オースだ、まあ、専用のライブラリみたいなのを使ってみんな書いてるという状況だと思います。で、あんまそっちの話をしてもだから人によって使うあれが違うので、まあ、もっとふんわりした話をします。で、UI、UX、まあ、ここもそんな難しい話じゃなくて、なんかちょっと前にグロースハックとかっていう言葉があったと思うんですけど、あれどうなったんですか？まあ、まあ、あんな雰囲気の話です。で、まずソーシャルログインのボタンを押して、Facebook の画面がガンって出て、キャンセルを押したことあると思うんですよね。で、この時たまにエラー扱いされる時があります。で、これは果たしてエラーなのかと。いうところです。まあプラグインでエラーにしちゃうとかっていうのもあるんですけど、まあ、ユーザーの意図っていうところは、まあ、今回ちょっと長くなるので扱わなかったんですけど、まあ、パーミッションの要求が多すぎてやめたと、まあ、Android アプリとかもあるかもしれないっていうのと、あとまあこの YAPC の、 あの Facebook、GitHub、Twitter みたいに3つから選ぶようなパターンだと、あ、このアカウントじゃなかったっていう場合でキャンセルっていうのもあるかと思います。まあ、その場合はやり直したいんで、まあ、エラー画面とか出されると若干困ります。なのでエラーであと戻ってくるときは、まあ、エラーイコールアクセスディナイドみたいなパラメータもついて返ってくるはずなんで、まあ、そういうのを判別して次のアクションにつなげていただければと思いますと。で、いい感じですと。ヤプシーのやつはいい感じでした。去年確かダメな感じでした。次、未登録ユーザー、あのキータだったかな、あれはなんかもう最初から GitHub で登録をログインみたいな感じでなってるんですけど、普通はなんか登録とログインと分かれてて、ログインの方でまだ登録されてないアカウントで来た場合にエラーを返す時があります。で、まあ、このサービスの例だと、まあ、その Facebook で使ったんだけどアカウントがなかった、で下からそこで登録するリンクがあるからっていう画面の表示になってて、まあ、これは割と親切な方かと思うんですけど、なんかすごい勢いで新規登録はやり直しみたいなお言葉をいただくサービスもあります。で、まあ、ここも多分新規登録の方にうまく誘導してあげて、まあたまにアメリカの方のサービスでいきなり完了してサービス開始しちゃうやつとかいるんですけど、まあ、利用規約のタイミングとかを考えればそこそこ、まあそこまでいかないはずだとは思うんですが、まあ、勝手に完了するのは嫌がるユーザーもいるので、まあ、最短経路を用意しつつ、まあ、程よいところで止めるような感じが必要ですと。で、もう一つ、まあ、これはあんまりないですけど、あの一覧並んでるアイコン一覧並んでるログイン画面みたいなのよくあります。で、それってログアウトするともう一回また一覧がガーッと並んでます。で、一時期、まあ、OpenID の時代が来て OAuth の時代が来てどんどん対応していくサービスが増えて、なんかすごい並んでるサービスがあったんです。英語学習サイトだっけ、なんかありました。それで、まあ、そもそもそういう UI ってアカウントをどう使ってたか分かんなくなっちゃうし、でかいの真ん中に置いとくとそいつに引っ張られるみたいな、なんかいろんな結構問題があるって言われて悩みどころであります。で、この下の例なんですけど、まあ、これはジャンレイっていう会社が、結構前から出してる、まあ、そのソーシャルログイン用の SaaS みたいな感じのサービスがあって、まあ、結構好きにプロバイダーみたいなのが選べるようになってるんですけど、そこは1回利用したアカウントっていうのを覚えておいて、次はまあそいつが出ると。なのでこの例だとなんか4つあってミクシー選んだら、次まあとりあえずまたお前かっていう感じで出してきて、違いますと言うんだったらまた一覧に戻るみたいな、まあ保存しておいてデフォルト表示とか強調表示っていうのをすると、
まあ、微妙に親切なのかなとは思います。で、まあ、アカウント切り替えが多いサービスは邪魔なだけかもしれないですけど、まあ、そうじゃない感じで、まあ、複数のサービスをサポートしている場合は、まあ、こういうような配慮があってもいいかもしれないですと。っていう感じです。で、ここまでは別に、まあ、なんとか聞ける内容だと思うんですけど、まあ、ここからがたまにこうブログで流れてくるめんどくさそうな話です。で、セキュリティのところで、まあ、ソーシャルログインっていうのはウェブアプリだったりネイティブアプリで使われていて、それぞれに結構罠みたいな、まあ、仕様がどうかって言われちゃったりもするんですけど、そういう鉄板のネタがあるので、それを2つ入れます。で、ウェブアプリの OAuth のフローと、まあ、CSRFっていうのに、リスクっていうか実装するときに穴が入りがちなところがあります。で、上の方はまあそのリスクを後で紹介するんですけど、ソーシャルログイン導入利用する側が頑張んないといけないんですけど、もう信用できないのでサービス側で安全にしましょうっていう取り組みをしたっていう話ですけど、最初の部分で CSRF の問題について触れています。で、下の人は、まあ、あの人のブログで、何が言いたかったかっていうと、まあ、先ほど紹介した OAuth のインカムフローで最初にリダイレクトで、行ったり来たりしますと。その時ゲットの、まあ、クエリパラメータにこういろいろ値をつけて返ってきますと。で、その時に最後もリダイレクトで行くんですけど、まあ、そこでブラウザとかにうまくとリクエストを止めちゃって、第三者の、まあ、ユーザー A っていうのが普通この位置で行くと、まあ、被害者役なはずなんですけど、まあ、今回攻撃者な感じで、まあ、もう一人の人に URL を送りつけると。すると本来ユーザー A のセッションっていうかブラウザ上で送られるはずのリクエストはユーザー B のブラウザセッション上で送られてって、ユーザー B のセッションとユーザー A のアカウントっていうのが紐付く可能性があると。で、こういう話をすると、まあ、ユーザー A は自分のアカウントを紐付けさせる、なんか捨て身な感じでそんな危なくないんじゃないかっていう話は言われるんですが、まあ、リスクとしては、まあ、第三者のアカウントでログインさせられると可能性がある。で、これは、まあ、知らずに大事な情報っていうのを入力しちゃうかもしれませんよと。で、自分しか知らない情報を入れてしまって攻撃者のものになってしまう可能性があると。ともう一つで、まあ、連携のリクエストでもこれ同じフローを通りますというときに、第三者のソーシャルログインアカウントと自分の正しいアカウントがくっついちゃうと、第三者、まあ、攻撃者にログインさせる権限を与えたのと一緒です。なのでアカウントの乗っ取りのリスクが出てくるというようなので、まあ良くないんです。なので対策してください、気をつけてくださいっていう話です。で、まあ、これの対策、あの CSRF 対策、通常のやつをクロスドメインで行う必要があります。で、通常のって何だっていう話で、まあ、ポストでフォームで送信する場合に、クッキーっていうか自分のセッションに紐づいた値をヒドゥンパラメータに入れて引き回してチェックして OK だったら処理するというようなのが、まあ、ウェブアプリケーションフレームワークだと定番っていうかもうデフォルトで入ってたりします。で、それを、まあ、今度はクロスドメインでやらなきゃいけないです。で、そのためのパラメータっていうのが一応その OAuth2.0 ではステートパラメータっていうのが用意されています。で、クエリパラメーターで最初から自分がリクエストを送るときから引き、まあ、つけてやって帰ってくると。なのでそれと自分のセッションを検証しましょうという話です。で、最近その前はこれそのヒドゥンパラメーターに指定するのセッション ID でいいって言われてて、突然あの HTML に書くのは良くないから
ダメだっていう話になったんですけど、今回の場合はそういうレベルじゃなくて外部に送っていくので、ここでもセッション ID 突っ込んだら大変なことになって、まあ普通にクッキーとかに保存するとか、まあうまい別の値を使ってくださいと。でそうするとどうなるかっていう話です。とユーザー A の処理で最初こっち、まあ、さあ同意したりなんとかっていう処理が走っていくときに、ユーザー A のセッションに紐づくステートパラメータっていうのが払い出されると。で戻ってくるときそいつついていきます。なのでユーザー A はユーザー B にその URL を踏ませたとしても、ユーザー B のセッションとユーザー A のセッション向けのステートパラメータっていうのは一致しませんと。なのでここで気づけますよと。でもうこのなのでこのクライアント、つまりソーシャルログインを利用する側っていうのが頑張って対応してくださいっていう話です。あとまあ似たような仕組みで、なんだろう、まあこのフローに入るときだけなんかセッションにフラグみたいに立てて、このリック戻ってくるコールバックの処理を処理させるみたいな回避方法みたいなのもあると思うんですけど、まあ、一応まあこういうパラメータがあるので使えるんだったら使ってくださいという感じです。でもう一つ、ネイティブアプリとソーシャルログインで、多分このな最近だとウェブアプリよりもネイティブアプリからFacebook とかの API を叩く機会の方が増えてるんじゃないかなとなんとなく思ったりします。でその時何するかっていうと、アプリはなんか最初にごちゃごちゃ、まあ、同意をもらってアクセストークみたいなやつもらうんですけど、それをバックエンドのサーバーに送りますと。でバックエンドのサーバーがそれからこいつ誰だっけっていうのを、まあ、ユーザー識別紙を取得して、で自分たちの DB と付き合わせて、ああこいつでしたってログイン処理のセッションに入ったりします。セッション代わりのクッキートークンみたいなのが入ってクライアントアプリに戻したりと。でその後の API アクセスに使ったりします。で図にするとまあこんな感じで、まあ上の方でまあユーザーの同意を得るんですけど、まあ単純にそのなんだろう、Facebook SDK のサンプルみたいなやつだと、ここでもう完了して、ここから API 叩けば、プロフィール情報取れますよみたいな話です。なんですけど、そこで終わんないで、まあ、バックエンドで、まあ、なんとかやり取りして、裏のユーザー DB とつなぎ込むというのが、大体、まあ、アプリとバックエンドの使ったソーシャルログインの仕組みになっています。で、これどうやって実装されているかっていうので、まあ、明らかにちょっとおかしな実装とかもたまにはありますが、まあ怒られないでやってるその辺のアプリの実装がこんなになってます。まずはそう SDK とかアプリのネイティブ、あ違う OS、iOS とかのネイティブ機能とかを使うとサービスのアクセストークンっていうのが取得できるので、それをバックエンドに送る方法と。でもう一つはネイティブアプリなんだけどウェブとかやって最初に紹介したウェブアプリ向けのフローを使って、途中でなんかさっき言った認可コードってあります、まあ、ステートと一緒に送られていくやつ、あいつを引っこ抜いてバックエンドに送って続きをやるパターンっていうのもたまにあります。でまずは最初にアクセストークを送るパターン、あのバース .com とかニフティなんだまあいいか、それあの大手のバースバックエンドアザーサービスでよく採用されている方式です。あでもソーシャルログインとか呼ばれてたりします。でそこでもう使われてるんですけど、まあ、クライアントアプリがアクセストークンを取得してそれを送ると。でここで、まあ、やり方とかっていうのをブログとかに書くと、僕とかはリスクを持って、こんなリスクがありますよって言って二段目を聞かせるのがあります。でそれがトークンリプレイスアタックと。で何を言ってるかっていうと、 Facebook とか Google の API ってアクセストークンだけが使えばアクセストークンだけで API は叩けますと。なのでバックエンドが単純に API 叩いてユーザー ID 取得して処理しちゃうと、自分たち向けの
アクセストークンじゃなくてもその処理できちゃう可能性がありますと。なので、Facebook で昔なんか流行った怪しげな占いのやつとか、あれスパムとかも問題になりますけど、それだけじゃなくてアクセストークン持ってかれてると、こういうなんかリスクがあるサービスにぶつけられてえらいことになる可能性もあると。なので対策は、まあ、バックエンドのサーバーは必ずアクセストークンが自らのアプリに対して発行されたことっていうのを確認することが必要ですと。であとなんかバックエンドにアクセストークン送るとその間でどうこうみたいな話もありますが、まあそれはいいです。でそれを図にしたのがこれで、まあ、単純にユーザー識別し、あの API アクセストークンからプロフィール API みたいなやつ叩いて取ってくるときに、その前に、まあ、アクセストークンの発行先、まあ、自分の用のものであることを確認しましょうと。で、Facebook だったり Google だったりというのは、その API がこれですというのはすでにネットに情報が載っています。分からなかったら僕に聞いてくださいと。 GitHub も何かあったような気がしますね。はい、そんな感じです。でもう一つ、さっき言った UI Web View 使って、まあ、途中でやるやつで、さっきの図、一番最初の Web アプリの図で、まあ、認可コード、オーソリゼーションコードとアクセストークンを交換するんですけど、まあ、それをバックエンドでやりますと。でそれは、まあ、ネイティブのアプリの方に余計な情報を持たなくていいので割といいこともあります。あとさっき言った通信路でアクセストークンそのものが流れないので、まあ、その中に何かあるんじゃないかみたいな話があっても、まあ大丈夫。ただしウェブビューで Facebook とか Google とかの画面表示するのはいかがなものかという考えもあります。あとそもそもセッションが別になっている場合は、結局そのウェブビューの中で Facebook にログインすると、かつしかもそれは URL は見えないと。なので教育的に非常に良くない感じはありますが、まあ使われています。なのでこれはバックエンドが安全っぽいけどフロントエンドがちょっと怪しくないですかっていう例ですね。でここまででなんかすっきりしない感じになっていますと。っていうのは、まあ、結局、まあ、OAuth なんていうのは API アクセスさせるための仕様で、アクセストークンを受け渡すためのところまでしかサービスはまあ考えてません。なのでこんな前までログインとかって、まあ、ボタンとか出してるはいるんですけど、あんまりそのネイティブアプリプラスバックエンドの連携をするような利用を想定しているところは少ないと。ないわけじゃないと。っていうのは、まあ、そのアイデンティティ書いてる巨人と言われる Google さんはちゃんと考えているということです。で、Google の場合、あるサービスで使おうとすると、プロジェクトっていうのをなんか登録して、その下にクライアントがいくつかぶら下がることができます。で、それが Web アプリだったり、iOS アプリ、Android アプリ、あと JavaScript のアプリとかっていうのを登録できるはずです。で、通常はそういう感じにしておくと、ネイティブアプリ向けの SDK っていうのは、その、それこそ iOS の SDK だったら iOS アプリ。Android SDK だったら Android アプリしか向けの API アクセストークンしか発行できないみたいな仕組みになっているのが多いんですけど、 Google の場合そのバックエンドを連携することも考えて SDK を使いながらバックエンドの Web アプリケーション向けの認可コードっていうのを取得できます。でもなんか分からなくなってきたと思うんで、簡単に言うとさっきの2つのやつでいいとこ取りになっていると。 SDK でアクセストークを渡すだけじゃなくて、まあ、バックエンドで使える認可コードっていうのを取れるようになってて、まあ、それをバックエンドサーバーに送ってそこからアクセストークと交換すると、まあ、機械みたいなリスクもなくて、まあ、通信のアクセストーク流れないと。なので安全にできますよと。
さすがアクエミルさんという感じです。なので、まあ、API を出す側はそういうのも考えた方がいいんですけど、あんまり言うと自分の首を絞めるので言えないです。まあ、ちょっとなので各サービスによってこう実装に無駄があるので、まあ、大変なところはあるんですけど、まあ、リスクっていうのを覚えてもらって実装していってくださいという話です。でもう一つ、こっちは、まあ、パスワード認証しているサービスにソーシャルログインを導入するとき何を考えていくかという感じですね。って言ってもそんなにあんまり考えることってなくて、まあ、この4つぐらいかなって思っています。まずどのアカウントを使うっていう感じです。まあ、これは大体サービスの特性によるところが多いので大体決まると思いますけど、まあ、開発者向けだったら GitHub 使いましょうとか、メールアド必要だったら、まあ、Google 狙っていきましょうとか、 Facebook もいいかなとか、 SNS だと Facebook 微妙じゃねえとか、まあ、そういう感じです。で、属性情報も、まあ、プロフィール情報いっぱい持っているサービスもありますし、メールアドレス、あと、まあ、自分しか使わないようなやつだったらニックネームさえあればいいので、あんまりこだわりがないというのもあるかもしれません。で、次が、まあ、一番悩むとこかなと思うんですけど、まあ、ソーシャルログインによってどの機能が省略できると代替できるんですかというのを考えないといけないです。で、僕は、まあ、ちょっと前まではなんかパスワード認証してたとこ、まあ、どこだっけ、ドミノピザだっけかが外部のソーシャルログインみたいに対応したんですけど、パスワードが残ってて何やってんのみたいなことをツイッターで書きましたが、まあ、そういうこともあります。っていうのは、全ての認証をソーシャルログインに置き換えられるサービスとそうじゃないサービスがあります。で、まあ、最初のログイン1回したらもう何にしてもいろんな機能を使えちゃうよっていうサービスだったら、ソーシャルログインで全部マルキを置き換えるだけでいいでしょうし、重要な処理の前に2段階認証、まあ、2段階認証の入れ方が、まあ、そうなってない、 Google とかのがそうなってないので微妙なとこありますけど、昔だ、まあ、今までレガシーな感じだと課金の前にパスワード確認するとか、まあ、多分アクションごとにこうセキュリティのレベルが決まっていて、そういうのが2段階とかある場合は、まあ、低いところだけソーシャルログインに置き換えるっていうのもありかなと思っています。でも一つがメールアドレスの利用、まあ、確認済みメールアドレスの利用で、Google が出している Gmail は信用できるでしょうと。あと Facebook が確認済みのメールアドだって、まあ、使えると思います。なのでそういうところでソーシャルログイン使った場合は、メール送信して URL 踏ませるみたいな実装しなくても、まあ、省略していいんじゃないですかっていう感じです。で、あとは、まあ、大きく、まあ、さっきも言いましたけど、既存アカウントの連携とログインする機能と新規登録の、まあ、2つに分かれてる、細かく分けると2つ実装がありますと。で、まあ、既存ユーザーの利便性を上げますよっていうのでログインできるようにするっていうのが、まあ、先にやった方がいいのかなっていうのは、まあ、もちろん一緒にやればいいんですけど、リソースの話だったりとか、まあ、試しで、まあ、既存アカウントと連携させる機能を出してみたけど誰も使わなかったら新規登録だって多分しないので、まあ、こういうので分けて順番にやっていくっていうのもありかな。あとロジックも、まあ、既存のアカウントと連携の場合はユーザー識別紙のみでいけるんで、まあ、気軽に、まあ、やってみるのは手をつけるのはそっちから先っていうのも考えもあると思います。で、あとデバイス、やっぱりウェブアプリケーション、まあ、これもウェブアプリケーションとネイティブアプリケーション両方あるようなサービスを想定して書いてますが、まあ、モバイルアプリはログインアウトしないと思うんですよ、大体。なので、まあまあ、新規登録以外だったらそんなに優先度高いかどうかっていうのもあります。で、ウェブアプリの方はやっぱりログアウトします。なので、まあ、そっちから行くべきかなっていうのと、あとスマートフォンの方が、まあ、まあ、これはずっと前から言われてるやつですけど、文字入力はまあ少ない方がいいので、まあ、そっちから優先度をつけていくとかっていう考えもあるかなと
思います。で、導入事例を紹介したいんですけど、まあ、まさか他社の導入事例偉そうに語ってもしょうがないですで、さっきから Google 推しなのは、まあ、Mixi は実は Google でアカウントでログインとか新規登録できるようになっていました。8月ぐらいです。まあ、既存のユーザーは連携してログイン状態で連携して、で次に Google でログインっていうのができると。でさっきあんま言っといたんだから、未連携の時とキャンセルの時はどうするって話ですけど、まあ、未連携の時は一応まあ軽く Google で登録しませんかみたいな感じにしてるので OK です。でキャンセル時はなんかエラーメッセージとか出ないですけど、まあ良くないですかで、まあユーザー認証、Mixi のユーザー登録だったり認証周りってどうなってたかっていうところなんですけど、まあ登録時にいくつか確認しなきゃいけない項目がありますと。メールアドレスだったり電話番号、まあいろいろなものへの対策の意味で入れています。で、通常の利用、まあTwitter のマネみたいなやつとか、懐かしの日記とかメッセージ送ったりとか、まあ、そういうのはメールアドレスとパスワードでまあ認証すれば使えてました。で、パスワード変更だったり、まあ、お金絡みの時とかセンシティブな処理の前にはパスワード確認をしていました。で、今回ソーシャルログインを導入してどうしますかっていう時に、まあ、メールアドレスの確認っていうのは Gmail でスキップできますよねと。で、当然、まあ、普通の利用であれば、まあ、ソーシャルログインの認証だけ使えれば OK にしましょう。ただし、まあ、この確認は外せないということで、パスワード撤廃には失敗しております。なので、さっきフォローしてたという感じですね。で、実装順序なんですけど、まあ、機能も実は既存のアカウント連携から新規登録っていう順番でやってて、で今はスマートフォンのブラウザだけなんですけど、まあ、今後はアプリとか PC の画面っていうのも考えています。で、一番、まあ、気になる効果が出ているのかっていう面についてはお話はできないのが残念なところですけどまあまあ一応こういうことを考えて実際にやってみたところがあるというのを覚えていてもらえればと思います。で、今回のまとめです。まあ、ソーシャルログインを使う場合で UI、UX の、まあ、ちょっとした改善できそうな点、あとはまあセキュリティ面で気をつけてほしいところを紹介しました。で、既存のサービスに導入する際に、まあ、どう機能を置き換えられるかっていうところが一番、まあ、大事なのかなとは思っていますっていうところを踏まえて、全体的に言うと、まあ、Mixi が Google アカウントに対応したときに考えたことっていうのを紹介しましたという感じです。まあ、あんまりこの点の話は質問来ないと思うんですけど、まあ、気になった点があれば声をかけてくださいと。まあ、Twitter でメンションもらった方が反応する可能性もありますと。あと、これは OpenIT ファウンデーションの方で、まあ、僕、EverJS やって、もう2人ぐらいいたりするんですけど、まあ、社内勉強会に講師を派遣しますっていうのがあるみたいです。で、例えばこういう話をして、まあ、僕たちまた別でなんか勉強会とかしてるんですけど、なんか敷居が高くて、怖そうな人も来るし、なかなか大変だと手を出せずにいる人も中にはいるらしくて、まあ、そういうところの、まあ、人が、まあ、ロスの最近のトレンドとか、まあ、実装の、まあ、例えば言語で、まあ、パールだったら僕ライブラリ書いてますし、 Ruby でライブラリ書いてる人間もいたりするので、まあ、そのサービスでうちでこういう言語で実装してるんですっていうけど、どうしたらいいか分かんないとかっていう話があれば、まあ、オーバーリーファンデーションの方で、まあ、講師派遣みたいなのをやってるので、ぜひ利用していただければと思います。
以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。何か質問ある方いらっしゃいますか。はい、すみません、ミクシーさんの事例の方で、はい、Google の方の ID と紐づくようなミクシー側のアカウントがなかった場合に、あ、はい、一度じゃあ登録どうですかっていうふうにしてたと思うんですけど、そうですね、この場合なかった場合そのまま登録フォームに進めるとせずにこれワンクッション置いてるのは、これは UX 的というかユーザーに不安を与えないためとかそういう理由なんですか。まあそんなというよりは、まあ既存のコードとの兼ね合いで、あ、まあこんな感じになってる感じです。なので登録フォームまで行っちゃった方がいいと思います、はい、で行きつつキャンセルボタンみたいなのつけるみたいなのがいいんじゃないかと思いますけど、大体はミクシーの場合メールアドレスを入力して確認してから情報を入れるっていうフローになってるので、ちょっとそこをやるためにはまあユーザーの意思で Gmail に使いますっていうのをもう一回確認したいという意図もあります。ありがとうございます。他に質問ある方いらっしゃいますか。はい、お話ありがとうございました、はい、今回の Google とのログインに連携したというのは、まあ、その Google が一番 ID 連携をしようとして、まあ、安全に使えるという人だったんですが、例えばそのミクシーさんのサービスだと、まあ、新しく取りたいユーザーだったりとか、まあ、今使っているユーザーさんとその他のサービスとの何ですか、かぶってる層っていうのは、例えば Facebook とか Twitter の方が多いというようなイメージなんですけども、はい、まあ、これその Google との連携を最初に採用したっていうのも関連そういうそのセキュリティ上の理由を利用したっていう。まあ、さっき言ったような、まあ、どの機能をソーシャルログインでカバー、まあ、リプレースしようかなと考えたときに、やっぱメールアドレスの確認っていうのは負担が大きいかなと思っています。なのでツイッターでアカウント採用してやったとしても、まあ、特に新規登録の場合はまだまだ負担が高い、まあ、かかっちゃうのでどうかっていうのはあります。 Facebook についてはノーコメントにしておきます。わかりました。ありがとうございます、はい、他に質問ある方いらっしゃいますか。はい、早く終わると大変ですね。ちょっと話の構成から少しずるい質問になっちゃうかもしれないですけども、はい、先日Google さんが日本語のメールアドレスに対応するという話があったじゃないですか。はい、でまずその OS的にそのなんか仕様上なんか問題とか出てこないのかなっていうのと、あとミクシーさん的になんか今それ見てどういう反応されてるのかなっていうのを知りたい。まあメアドの文字列に関しては、まあ、完全にサービス設計の話だと思うので、あまりオースには影響がないかなと思っています。っていうのは、たまにメールアドレスでユーザー付き合わせするようなサービスがしてるっぽいサービスがあるんですけど、あまりメールアドレスは変更されるリスクとかあるので、まあ基本的にその ID 連携についてはメールアドレスじゃなくて、まあ、ユーザー ID みたいなのと連携してくださいっていう考えがまず一つあります。なので、まあ、そのメールアドレスの文字種類の話の影響については完全にサービス内に閉じた話なので、あまりこの ID 連携には影響ないなという感じです。でそれ以外は、まあ、他のサービスさんの皆さんと同じような範囲だと思うので、はい、そんな感じです。
では時間になりましたので、以上で伊藤亮さんによる OOS Open ID コネクトを用いて ID 連携を実装するときに気をつけることでした。ありがとうございました。ありがとうございます。